現在、犬の食事管理においてさまざまな情報が氾濫し、本来肉食動物であるはずの犬たちがその食性とはかけ離れた食事を強いられているために、食物アレルギーや肥満、また人間と同様の生活習慣病などのリスクにさらされているケースが急増している。今から約4000万年前、犬の先祖が地球上に誕生した頃から現在に至るまで、犬たちはそれだけ長い時間をかけ進化を続けてきた肉食動物なのだ。その進化の過程では、他の動物を捕獲する狩りという行為によって日々の糧を得てきた。捕獲した動物の生の肉、骨、内臓をすべて食すことで、犬本来の生態を存続し続けてきたのだ。日々犬たちが口にする食事が彼らの健康に少なからず影響を及ぼすことは周知の事実であり、それだからこそ犬たちの健康を維持するためには彼らの食性を理解する必要があるのではないだろうか。我々ディアラはそんな犬たちが犬らしく本来の健康を取り戻すため日々研究を続けている。